スカイハイリーは、カナダのプロレスラー、ボクサー、オンタリオ州トロント出身。少年は1920年、または1924年ともされる。1950年代を前世紀に、人間離れした体操と巨体を持つ、怪奇派のモンスターヒールとして活動した。ウイスキーのグラスを噛み砕き、畳針を体に突き刺すなどの気候パフォーマンスでも、知られる。 1940年代中盤にプロレスラーとしてデビュー。1951年2月26日、アルバータ州エドモントンにてアルミルズを破り、カルガリー版の NWA カナディアンヘビー級王座を獲得。翌1952年1月10日には、アメリカ合衆国のオハイオ州トレドにて、ルーテイズの NWA 世界ヘビー級王座に挑戦している。 以降も1950年代はカナダを主戦場に活動を続け、フリッツ・フォン・エリック、ホイッパー・アビリー・ワトソン、キラー・コワルスキー、ベア・キャット・ライト、ジョージ・ゴーディエンコ、パット・コーナー、バーン、ガニア、ベン・アンド、マイク・シャープなどの競合と対戦した。1958年7月、ハワイのホノルルで力道山と対戦し、9月には日本プロレスに初来日。 ドンレオ・ジョナサンと大型タッグチームを結成して、クラマエ国技館での力道山とのシングルマッチも行われた。来日時は三菱ダイヤモンドアワープロレスリング中継の放送開始時期であり、番組のプロモーションとして、ジョナサンと共にオーブンカーでのパレードにも参加している。1960年代よりヨーロッパに渡り、1961年から1962年に、 かけてはドイツにて、若手時代のビル・ロビンソンや、ホースト・ホフマン、1965年にはイギリスで、アル・ヘイズと対戦した。1968年6月、当時ヨーロッパを、外国人選手の招平ルートとしていた、国際プロレスに参戦。10年ぶりの再来日を果たす。当に前世紀を過ぎ、体も痩せ細っていたものの、ジアウトローことゴードン・ネルソンと組んで、 トヨノボーリアンドサンダー、杉山のドアー世界タック王座に挑戦した。ぶっこ者であるが正式な没年月日は不明。前世時の1950年代はトロントで観光用の牧場やレストランを経営していたが、試合前にも控え室でウイスキーをガブ飲みするなどの酒びたりの生活だったため、後年はアルコール依存症が悪化し、引退後は 酒場の用心棒をしていたともされる。ありがとうございます。